皆さん、こんにちは。落語家の林家三平さんが2022年1月6日、日本放送ナイツ・ザ・ラジオショーに生出演しました。5年7ヶ月レギュラーを務めた日本テレビ系演芸番組、笑点を卒業しようと決めた理由について、結局のところは息子でしたと語りました。ナイツの土屋信之さんは、林家三平さんへ、改めて、5年7ヶ月勤めた笑点を離れようと思ったのは、と質問しました。これに林家三平さんは、結局のところは息子でしたと語り出したのです。林家三平さんは、つまらないとか、面白くないとか、何をやっても滑ると言われ続けて、これをずっと続けたら、今幼稚園だけど、小学生になったら誹謗中傷を同級生から言われる可能性が高い。だったら一度離れて自分を高めておかないといけないんじゃないかと、息子のために、一度仕切り直すことを決めたと言います。これに花輪信之さんは、僕もわかりますと言い出し、運動神経悪い芸人に出て笑われるから、子供が運動会で走ると運動神経悪いと見られたりとか、と、林家三平さんの気持ちを理解していたようです。林家三平さんは、2011年3月に女優の国分幸子さんと結婚しました。2016年12月に長男が誕生した際には、笑点内で名前を公募しています。誕生した日に雪が降っていたことから、公募内で14件あったという、ひいらぎという文字を使い、周之助としたと説明していました。その一方でネット上では、番組卒業について異なった理由が語られています。林家三平さんの笑点卒業は、遡ること2021年12月19日に放送された番組内で発表されたのですが、突然の発表にリアルタイムで見ていた人たちは結構驚いていた様子でした。前週の放送では重大な発表がありますと予告されていましたが、まさかメンバー最年少の林家三平さんの卒業だったとは誰も予想していなかったことでしょう。林家三平さん自身は卒業の理由を番組内ではスキルを上げるため勉強し直すとしていました。これはラジオで述べていたことと符合します。しかしネット上ではそれとは別に本当の卒業理由があるのではないかと心配する人がたくさんいたそうです。林家三平さんの笑点卒業の理由は病気療養ではないかというものです。その考察はどこから来ているのか、林家三平さんの笑点卒業の本当の理由について原因などを調べてみました。林家三平さんは現在52歳ですが、笑点の大喜利メンバーとして加入した2016年時点の年齢はまだ40代で、メンバー史上最年少で注目されていました。林家三平さんが笑点に加入して5年と7ヶ月、やっとメンバーとして年上の大御所たちとのやり取りが板についてきたのではないかと感じていた矢先の突然の卒業となってしまいました。たくさんの大御所に囲まれている中、奮闘する林家三平さんの初々しさを結構楽しみにしていたファンも多かったことでしょう。前述の通り、林家三平さんの笑点卒業が発表されたのは2021年12月19日に放送された番組内でのことだったのですが、最後まで番組を見ていた人は林家三平さんの突然の発表にびっくりしたという感想がたくさんありました。発表の前の週に次の週に重大発表がありますという予告はあったものの、メンバーの卒業、降板といった重たい雰囲気ではなかったため、視聴者はきっとお正月特番のお知らせかななんて思っていたのではないでしょうか。林家三平さんは19日の放送の最後に笑点を卒業する理由についてこのように挨拶していました。二代三平、今年をもって一旦笑点を離れます。決心いたしました。5年半一度も座布団10枚取ったことがありません。自分のスキルを上げて10枚取れるように勉強し直してまいりますと述べていました。番組最後のほんの数分間の出来事でした。そのため林家三平さんも卒業の理由について全ては語ることができなかったとは思うのですが、本人の卒業理由とは裏腹にネット上では林家三平さんが笑点を卒業するのは本当は病気のせいではないのという言葉が飛び交っていたようです。
その世間の声の真相を確かめてみたくなります。林家三平さんが商店を卒業することが発表されましたが、本人からは卒業原因を自分のスキルを磨くため修行して出直したいと語られていました。これまで商店を楽しく見ていた視聴者にとって、林家三平さんが卒業理由にスキルを磨くためとしたのも納得している人も結構いるようです。たくさんのベテラン回答者の中でも、林家三平さんは飛び抜けて面白いことを言うという機会があまりなかったようです。辛辣な意見を言う人からは次のようなコメントが見られました。面白くない、実力がない、他の人と釣り合わない、人選ミス、親の七光、三平を出すなら他の落語家を出せなどという結構きつい感想をぶつけられていたそうです。ネットなどを見なければわからないのですが、今回ネットニュースのコメントをチェックしてみると、本当にこういう声がたくさんあってちょっとびっくりしました。林家三平さんが商店を卒業した本当の理由は、もしかしたら視聴者や世間の声を気に病んでストレスや精神的な病気を発症してしまったからなのではないかという見方もあるほどです。実力不足は林家三平さん自身も納得できることで、これから挽回できるでしょうけど、親の七光はさすがに林家三平さんがどうすることもできないでしょう。度重なる視聴者からのツッコミがストレスになり精神的な病気を発症してしまったのではないかという考察もありますが、そもそも林家三平さんに持病などはあったのでしょうか。5年7ヶ月の笑点出演の中で、林家三平さんが体調不良で笑点を欠席したことがあるのかと思い調べてみたところ、2020年に放送された24時間テレビ内の笑点生放送を体調不良で休んでいました。笑点を欠席した林家三平さんの空席には女優の佐々木希さんが座ったそうで、大喜利メンバーは佐々木希さんが座ってくれて嬉しかったことでしょう。林家三平さんの笑点卒業は病気療養ではないかと一部では言われていますが、その理由として林家三平さんの最近の笑点出演画像をチェックしてみるとわかります。この時の卒業のニュースで久々に林家三平さんを見たという方は、あれ林家三平さんってこんな雰囲気の人だったというくらい外見が変わっていたことに気づいたようです。いわゆる激痩せというやつですが、林家三平さんが笑点を卒業する理由はこの激痩せが関係しているのでしょうか。林家三平さんが笑点を卒業する本当の理由が病気療養で降板なのではないかと世間の人から言われている理由はここにあるのではないかと思われます。笑点に加入したばかりのフレッシュな時の林家三平さんの画像と見比べてみると明らかに変化が見て取れます。ほっぺたもふっくらとしていますし、笑った時には顎が二重になるくらいまん丸な顔をしています。それに比べ笑点卒業を発表した時の林家三平さんの画像を見てみると明らかに別人級の違いです。この変化を見逃さない視聴者たちが林家三平さんの笑点卒業本当の理由が病気ではと心配するのは当たり前でしょう。林家三平さんの激痩せが病気と関係しているのなら、公表はせずに頑張って療養し元気に復帰したいと計画していたのでしょう。そのため笑点卒業理由をスキルを磨くためと表向きにしておいたとも考えられそうです。しかしこの見方は少々荒っぽい見方で、林家三平さんのツイッターを見るとダイエットを始めたと綴られていました。つまり精神的な痩せ細りではなく、あくまでダイエットの効果によって痩せたように見えたということのようです。となってくるとやはり卒業の理由は自分のスキルを磨くためというのが正解なのでしょう。さて小学生の6年間をオーストラリアで過ごした帰国子女の国分幸子さん、芸能界入りのきっかけは短大の頃に渋谷駅でスカウトされたことでした。1997年にはベイキャニオンズというアイドルグループのメンバーとして CD デビューを果たしました。その翌年には TBS 系列で放送されていたワンダフルに初代ワンギャルメンバーに抜擢されています。女優デビュー作は1999年のドラマ夜逃げ屋本舗、2000年のナースのお仕事3に主演の水木有沙さんの同僚役でレギュラー出演したことで注目を集めた国分幸子さん。その後も数々のドラマや映画
舞台に出演されています。そんな国分幸子さんは2011年1月22日に婚約を発表しました。お相手は落語家の2代目林家三平さんです。中央大学経済学部の在学中に林家金平さんに弟子入りし、林家一平として落語家の道を歩み始めました。意外にも英語と中国語が得意ということで、中国やシンガポールでも落語を披露したことがあります。兄の林家正蔵さんとともに落語家というよりもタレントという印象が強かった林家三平さん。2009年に林家三平を襲名した時には批判の声も少なくありませんでした。そんな批判の声を跳ね返すべく、演芸場や寄席にもたびたび出演し、落語の腕を磨いています。2016年に笑点のレギュラーに抜擢されたのも落語家としての活動が認められたからでしょう。国分幸子さんと林家三平さんは婚約発表の2ヶ月後となる2011年3月22日に婚姻届を提出しました。同年10月2日に帝国ホテルで挙式と披露宴を行いました。誰もが振り向くような美女の国分幸子さん、対して林家三平さんは、愛嬌はありますが決してイケメンとは言えません。一見すると不釣り合いに思えますが、なぜ国分幸子さんは林家三平さんと結婚したのでしょうか。国分幸子さんと林家三平さんが出会ったのはドラマ水戸黄門での共演だったそうです。初対面だった2人ですが、共に英語が得意という共通点があったため一気に親しくなったそうです。この時すでに国分幸子さんに好意を抱いていた林家三平さん、撮影終了後の食事会で国分幸子さんにプロポーズをしたのだとしています。その時のことを国分幸子さんは次のように語っています。私のことを何も知らないのに結婚してくれって、いやいやちょっと待ってくださいっていう感じだったんですと述べています。撮影で共演しただけでプロポーズされたら誰でもびっくりします。当然ながらプロポーズを受け入れてもらえなかった林家三平さん、その後数週間にもわたって毎日のように国分幸子さんに電話をかけていたそうです。一歩間違えればストーカーと思われるレベルです。それにもかかわらずちゃんと電話に出て対応するなんて、国分幸子さんは心が優しい女性のようです。こうしたやり取りがきっかけとなり交際に発展し結婚に至ったようです。国分幸子さんと林家三平さんが共演したドラマ水戸黄門、同ドラマに助さん役で出演していたのが東幹久さん。東幹久さんと国分幸子さんはワンダフルでも共演していますので親しい関係だったのでしょう。撮影後の食事会をセッティングしてくれたのも東幹久さんだったそうです。また林家三平さんが急に電話をしなくなったのも東幹久さんが、三平押しすぎだ、3日電話を我慢しろとアドバイスしたからなのだそうです。この助言が功を奏して見事結婚に至ったようです。東幹久さんがいなければ国分幸子さんと林家三平さんは結婚していなかったかもしれません。二人にとって東幹久さんは恩人と言える存在になったことでしょう。婚約会見で仲睦まじい様子を見せていた国分幸子さんと林家三平さん、実は離婚がささやかれていたことがありました。離婚説がささやかれる原因となったのが子供でした。2011年に結婚した二人ですが、なかなか子宝には恵まれませんでした。結婚した時林家三平さんは41歳で、国分幸子さんは35歳。決して若いとは言えない年齢も子供を授からない原因の一つだったのかもしれません。また国分幸子さんの義母にあたる海老名佳代子さんが今思うと悪いこと言ってしまったようなのですと語っていることから、かなりのプレッシャーを与えられていたようです。そのため嫁姑関係がうまくいっていないのではと噂されるように、そこから離婚説もささやかれるようになったようです。なかなか子宝に恵まれなかった国分幸子さんですが、結婚から5年後の2016年7月8日に妊娠を報告し、2016年11月24日に長男の修之助さんを出産しています。その後は国分幸子さんと林家三平さんに離婚説がささやかれることはありません。いかがだったでしょうか。今回は林家三平さんの笑点卒業に関する噂話について深掘りしてみました。突然の発表だったため驚いた番組ファンや林家三平さんのファンはいろいろ想像してしまったのでしょう。結果的には自身のスキルアップのためということで結論付けられました。ただ笑点のメンバーになるということは相当なプレッシャーだったことは間違いありません。今後どのような活動を経てスキルアップを図っていくのかとても気になります。
これからの林家三平さんの動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。